皆さんこんにちは。2019年11月29日、中曽根康弘元総理大臣が東京都内の病院で亡くなったという知らせが届きました。御年101歳ということですので大往生だったのではないでしょうか。ご冥福をお祈りいたします。そんな中曽根康弘元首相にはジャニーズとのとんでもない噂が流れていました。今回は中曽根康弘元首相とジャニーズとのつながりについてまとめました。また長年ささやかれている中曽根元首相と日航機墜落事故との関係についてもお話しいたします。まずはジャニーズとのつながりについてです。これはあくまでも噂ですが、中曽根康弘元首相は若くて綺麗ないわゆる美少年を好む傾向にあるという話がだいぶ前から出ていました。そこでターゲットになっていたのがジャニーズ事務所。とある記事にはこのように書かれていました。ジャニーズ事務所が力をつけていったのはジャニー氏の姉のメリー藤島の夫藤島大輔が学習院高等科時代に天皇明仁と語学友であり、ジャニーズ事務所の早々期には経済的にバックアップし、マスコミ政財界関係者など自身の知己も紹介し手助けしたことや、ジャニー氏が帰国後に疎開した先の大谷家によるバックアップなども大きな要因でしょう。この人脈の中には中曽根康弘元首相も登場するようです。ジャニーズ事務所には政界との密なつながりがあったといいます。藤島メリー康子氏はジャニーズの発展のために政界や統一教会とつながりが深い藤島大輔氏に接近し、不倫関係の末に結婚にこぎつけたと言われているほど躍起になっていたようです。その一人が中曽根康弘元首相ということです。実際に週刊文春の記事でも中曽根康弘元首相とメリー氏のつながりがあることについて触れてありました。ジャニー喜多川氏を代表としてジャニーズ事務所が中曽根康弘元首相からのバックアップを受けていたとすると、そのつながりからジャニーズ所属タレントたちを中曽根康弘元首相に献上していたのではないかという考え方もできます。ジャニー喜多川氏の同性愛と所属タレントの性加害については連日メディアで取り沙汰されている通りで、少し前までは都市伝説のように扱われていましたが、現在では公然の事実となっています。ジャニー氏は各界の少年愛を持つお偉いさんに自社所属タレントに枕をさせていたという情報は実は意外と多く上がっています。ジャニー喜多川さんは中曽根康弘元首相にジャニーズの子たちを差し出し、中曽根元首相はジャニー喜多川さんが性的行為で訴えられた時も圧力をかけて警察を動かせなかったと言われています。実際ジャニー喜多川氏は過去にも性加害の件で訴えられたことがあり、有罪判決が出ましたが、結局特に咎められることもメディアに取り上げられることもありませんでした。ジャニーズ事務所にメディアに圧力をかけることは古くから知られていましたが、裁判所や警察までもがジャニーズ事務所に動かされるのは不自然であり、この時からジャニーズと政界の黒いつながりが噂されるようになりました。ジャニーズの美少年たちを相手にしていたと噂される中曽根元首相ですが、実は本命がいたと言われています。そしてその相手こそ沢田研二さんだったようです。二人の関係の噂としては、沢田研二さんがレコーディングでロスへ行くという時に中曽根元首相も外交出張でロスに行っており、二人がロサンゼルスで密会していたと女性誌で報じられていました。その後国内でも何度か目撃談が上がっており、一度だけの体の関係ではなく二人は付き合っているのではとまでささやかれていました。実際証拠写真があるわけではないので真実かどうかは分かりませんが、これまでの中曽根元首相の噂などを見てみるとなんだか真実味が出てきて怖いですね。続いて中曽根元首相と日航機墜落事件の関係についてお話しいたします。中曽根康弘元首相が亡くなられたことで、真実は墓場まで持っていくの言葉通り、日本航空123便墜落事故の真相を墓場まで持っていってしまったというような発言が SNS で多く上がりました。これに対し墓場まで持っていくは国鉄民営化についてであり、日本航空123便墜落事故説は誤りだと指摘する声も上がり、こちらも拡散されていました。まず
日本航空123便墜落事故について話していたという説ですが、これは語ったという伝聞ばかりで、出典を書いてあるところは見つけられませんでした。公言したと断定しているところもいくつかありましたが、いずれもいつどこでが欠けており、そこから出典を探すことはできませんでした。また2017年あたりからは陰謀論系のブログが増え、これ以降はもはや発言が全て事実かのように語られてしまっており、真偽の判断に使えない状態です。そもそも日本航空123便墜落事故が起きたのが1985年と昔のため、当時の話であればネット上では見つけづらいという大きな問題があります。この日本航空123便墜落事故説を否定するものとして、1996年12月30日号アエラ市場で中曽根元首相が労働組合を壊すために国鉄を民営化したことをしゃべり、これについて墓場まで持っていくはずだったと語ったという説も調べました。確かに中曽根元首相は総評日本労働組合総評議会を崩壊させようと思ったと民営化の本当の理由を語っていますが、このことを墓場まで持っていくと同市場では言っていません。何が真実なのかわからないこの事故ですが、これほど大きな事故にもかかわらず何が本当かわからないで済んでいることが、政府がメディアを使って情報管理に徹底した何よりの証拠といえます。間違いなく確かな事実は、1、急減圧は起こっていない。機体尾部の破損は圧力隔壁破壊が原因ではありえない。2、墜落地点は直後に判明したにもかかわらず、翌朝明るくなるまで救助活動をしなかった、させなかった。その間出動要請もないのに自衛隊だけが現場に向かったが一人も救出していない。3、事故調報告書は圧力隔壁破壊説と矛盾する証言、事実を一切無視している。本当の事故原因を米国もボーイング社も巻き込んで核も大胆に隠蔽し、かつ成功したというのは驚きです。メディアは当時から政府の言いなりだったことを示していました。アメリカの救助を日本側が断って半日以上も放置されたことなどなど、本当に不可解なことが多すぎる事件。生存者もいましたが見殺しにしたという説だけにとどまらず、毒ガスと火炎放射器で焼き殺したという話もあります。日本政府当時の中曽根総理が何かしらの不都合を隠蔽したのは真実だと言わざるを得ません。中曽根元首相の墓穴に埋まる真実が掘り返される日は来るのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。